すごいことになってる。しかもですね、私松岡くんと実は誕生日一緒なんですよ。え、あ、そうなの。もう同じ9月17日 で今月じゃん。だよね、だよね、そう、全く同じ。おめでとう。おめでとう。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、なかなか同じ業界に、うん、自分と全く誕生日が一緒って、そう、なかなかね、うん、なくてさ、お手紙とかに、うん、そういえば辰巳さんは松岡君と誕生日が一緒なんですねってわざわざ教えてくださる方がいらっしゃって、うんうん、ずっと意識してたんです。あ、そうだったんだ、うん、一緒なのか。あ、じゃあそれを今こうやって初めて言えたみたいな。 それはもうめでたい回だ。その反応は何？ほら、あの違うの、あの違うのよ。もうなんかね、これだけじゃないの、ちょっとね、消えないよ。